初めてイケアに来ました。事前にネットで調べて平日水曜日の午後5時から行きました。やっぱり空いてて良かったですね。2階はこんな感じでコーディネートの実例がいっぱい展示してありますね。こちらは2階にあるフードコートですね。北欧のご飯が食べられます。こんな感じ、空いてましたね。定番のミートボールをいただきました。そして、今限定のローストビーフもいただきました。テーブルコーディネートですね。